関西キュウリキュウコンボだぜコンボ。今回もファイナルファンタジー10-2をプレイしていくぜ。さて今回は待ちに待った、ライブですな。兄貴どうした、やばすぎ、話しかけられた。おお、本当のやつ、同盟のやつ両方連れてきた。全員会場。あ、もしかして今ちゃんと声話してくれてた、ごめん。いよいよだな。あ、言うな、頼むぞ。おおおお、めっちゃちゃんと喋ってくれてた、ごめん。みんな静かに聞いてくれるといいけど求めてくるんだ、静かに聞いてくれること。客のやつが気になるんだ。なんかある、ユナ、スピラを虜にしてくれ。もちろんだよ。ねえねえ、お客さんたち雰囲気変だよ。どういうこと。外の映像見る。あー、見るか、じゃあ見るか。これで話進んじゃう。あ、俺ダッチさんに話しかけたら進むと思ってた。まあ、とりあえず外の映像見ますか。になりそうなんだ。いや、まあだって同盟もエボンともいるからな。グループ同士で小競り合いをしてたんだ。うん、お調子だとまた追っ始めそうだな。嫌になっちゃうね。音声拾ってみるし。はいはい、ありがとう。エボンの奴らと一緒だなんて聞いてないわせっかくの歌が台無しじゃないせっかくの歌って思ってくれてるんだね。同盟なんぞに大召喚師様の歌を聞く資格があるものか歌くらい誰が聞いたっていいだろ。我らい様がいてくれたらあんな連中に大きな顔させないのよヌージはどこ行ったんだ。ヌージさんは呼び捨てなんだ。スピラが乱れるんだみんなが困っている時に行方知れずなんて無責任なリーダーはったもんだ。まあどこもそうだよ、どこもそうだよ。牧の葉はいなかったかな今。分かんなかったけど、どうなんだろうね。勝手だな。いや本当にだよね。うん、しかし放ってはおけないユーナであったとモノログしてくれた。まあねえじゃあなんとかしよっか。お、優しいな、うん、やっちゃおう、やっちゃおう。え、待って、あ、もう行く。おかしいな、ちょっとしくったな。看板とかも見るつもりだったんだけど。皆さん、私はもうどうすればいいか。どうした、何何。起こりそうなんですよ、大騒ぎ。いや、まあどう見てもね。ユーナさん、なんとかしてください。まあどう見ても、ね、待ってなさい。頼りになるな。ういうい、ういうい、ういうい、どうした。ユーナさん、オーケーオーケーオーケー。トーブルさんから始められた。私コーラス担当、じゃあお願いしようかな。ダッシさんにさっき話しかけられなかったな、そうなってくると。客同士で乱闘なんてやめてほしいよな。いや、マジでやめてほしいな。ユーナの歌で丸く収まればいいんだけどな。そうだな、なんか新しいこと話すかい兄貴。あ、もうないね。オッケー、始めてしまえばなんとかできるさ。そうだな、いつもの調子で歌えばいいさ。ありがとう。スフィアスクリーン、うん、セッティング完了、うん、いつでも開演できるし。ありがとう。スクリーンにユーナが映ったらお客はきっと腰抜かすし。そうだね。ああ、いや、ワンチャン今通信スフィア見れねえかなって思ったんだけど、さあ見れねえか。これもしかして踊るところってさ。おっぽ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 、何してんの親方、コンサートマスター準備できたかな。できてると思うよ。ユーナさん深呼吸リラックスだよ。そっかそっか。あ、甲板にはいけないよね。甲板に出るとまあ何が起こるか分かったもんじゃねえと。はいはい、俺てっきり外でライブするのかと思ってたけど、いや甲板ですんのかな、どうなんだろう。ワンチャンあの中でさ、トーブリさんが、トーブリさんじゃねえや、シンラさんが用意してくれてるからさ、シンラさんが用意してくれてるスクリーンに映し出されるだけで、普通にあれかな、ブリッジでやったりすんのかな。そんなわけねえか。甲板かな。いんのかい、いんのかい、あんたいんのかよ。何してんの、何してんの。いやいやですね、ユナさん、なんだか私の方が緊張しちゃいます。あ、緊張しちゃうか、それ仕方ないね。お前さっきまでどこにいたんだよ。まあでもよかった、なんかっていうか外で見ないんだね。あなたどこで見るの。そんじゃあ行きますか。はい、頼まれますよ。ライブスタート。お、はレディーゴー。おー、え、じゃあいやパインさんおもろいリュックさんとパインさんも歌秘めるってこと。
どうだろう、やるのは多分甲板だろうなとは思うんだけど、ああそうだよね、外だね。スクリーンっていうのはどこにあるんだ、どこだ、これあれかな、上空にそのままバンって映されるのかな。まだいいやってんのか。あの雷平原埋め尽くすほどはちょっとやっぱ呼べなかったか、難しいな。いや人たくさんはいるけどね、もうちょい身動きできないぐらい満を持してって感じですね。後ろ2人はそのままかい、まだシンもいなかった頃、みんなお行儀いいな争っていた時代がありました。あーはいはいはい、エボンとザナルカンドだっけ。それはあ違うか、あベベルとザナルカンドか。その過ちからシンが生まれて、でも私たちは、スピラは悲しい過去を振り捨ててきた。はいはい、シンが消えて、うん、たった2年でスピラはとても明るくなった。いやなんかむしろなんかドロドロしてるけどね。この光を消したくないんだ。ねえみんなは、消したくないだろう。映ってんの今、今見えてんのみんなに。一人一人考えが違って、でもみんな言い争いはやめてくれてる。争うこともあって、うん、それでも心は一つになれるよ。私は信じてる。たとえ引き裂かれたとしても私たちの思いはつながる。つながる。これはそんな歌です。あいつの間に作ったん。歌載せるとあれかなと思うんで、歌はちょっとデスクトップ音量ミュートにさせていただいて俺だけで楽しもうと思うぜ。今雷の音は入ったな、じゃあ大丈夫か。あここからですね、ここからミュートにします。はい、よかった。君の言葉を、あちょっとわかんねえわすげえ。あでもよかった、リハーサルみたいなやつがマジ歌をちゃんと集中して聴けるわ俺は。えなんか普段のユナさんともまた違うね。なんかムービーの時のユナさんとも違うし、この間なんだろう見たシュインさんと一緒にいた時のユナさんともちょっと違う気はする。うん、ほう、お、すごい、え、雨降ってたのに、え、え、シンラさん、え、お前それはすごすぎるだろ、え、どうやってんの？その映像が現代にあったらマジで大感動だよね。そりゃこんなん感動しちゃうよ。すごっ。すごい。あ、え、ベグナーガンだ。え、まずいじゃん。あ、シュインさん。え、これをみんなに見せてどうすんの？どういうことだよ。え、あ、じゃあ、え、これが、レンさん。は、見えてしまった。え、いや、え、これ、千年前の話ってことか。レンさんとシュインさんの話だ。やめてよ。みたいな話。あ、いや、ちょ、ユーナさんが歌ってくれ？ふふふ。ああ。そういえば、そういえばこんな感じだった。え、いい歌。泣きしめる。全然違う人じゃん。で、シュインさんは若干その何 FF10 の主人公、俺はキュウリって名付けたんだけどね、キュウリくんにちょっと似てるけど、ええマジでレンさんはバカか、
バカか。さ、久々にやったわ。そういえばムービー見てる間はそうだな、操作しないとこうなるな。まったく。めっちゃいいところだったのに。うん。あ、ゆうなさん戻ってきた。よかったよかったよかった。供養できた？これで供養できた？すげえ。え、これってさ、楽器もあれなんかな？奏でてくれてんのかな？あの、なんだっけ？マカラーニャの森で釣れて、いやマジで人たくさんいた。思ったより人たくさんいた。どう？やばいよ、天気だって変えちゃうからね。まあこれはただの天気の移り変わりで、それが運命的だっただけだろうけど、それでもすげえわな。え、どうした？まあでもそうか、今結構なんかレンさんが来てたもんな。疲れたな、大丈夫か。あ、ごめんね、今のはよかったよかった。うん、あ、待って待って待って、もう喋っていいよ。うん、あの映像はスフィア派の鑑賞じゃないかって。え、ユーナのドレスフィアと、あ、別にシンナさんがなんかやってたわけじゃないってこと。ドレスフィアに焼き付いてた意識がスクリーンに投影されたとかなんとか。だからどうしてそんな現象が。そうだよな、僕まだ子供だし。だってさ、ああ、いつものね。レンだよ。まあそうだね、間違いなくレンだよね。彼女の思いから生まれた歌だから、歌っているうちに溢れて弾けた。だってなんか見た目変わってたもん。もう映ってたのはレンとシュイン。うん、そうだと思う。みんな見てはいいんだ。みんな待ってる。行こう。どこに？え、ちょっと待って。二人は今こっちにいたけど、どこに行ったの？どうやって行ったの？ここ飛べるんだ。ここ飛べるんだ。それ知らなかったわ。今まで飛べた？今まで飛べなかったよな。あ、画角変わりました。この画角からでも飛べる？あ、飛べはするんだ。全然知らなかった。ひくりさんは何か言ってる。ひゆな様の渚説はずっと続きますよ。お前見てたライブ。あの二人みたいに。ああ、そういうことか。悲しい出来事はもう起こらないですよね。そうだね。起こらないといいんだけど。毎回動力室挟んではいるんだけど、何にもねえ。さて、おー。素晴らしい歌でしたな。ありがとう。聞いててくれたの？監修はみんな聞き惚れましたぞ。聞き惚れたっていうか見とれたって感じだろうけど。みんなの気持ちが少しでもまとまればいいんですけど。なんか歌を聞くだけじゃなかったもんな。映像も含めて。つまらん争いにかまける愚かしさや悲しさに誰もが気づいたことで、うん。気づけたかな。気づいてくれたかな。みんな愚かだけど割と。手を取り合って泣き出す始末です。あ、本当に？あ、じゃあよかったわ。かくいう私も。うん、袖を絞りましたわ。袖を絞りましたっていう表現ね。レンが映し出された時に。え？レンを知ってるの？レンを知ってるの？はいな。語っても。語ってください。食い気味。言わせて欲しかったな。レンとは。およそ千年前。え？何？なんで知ってんの、メイチェンさん。マジですごくない？平和な時代であったなら。うん、歌手として一生を終えることができたでしょうが。あ、そっか、千年前はその二つが対立してたもんな。彼女の能力がそれを許さなかったのです。彼女の能力。ええ、レンは歌手であった同時に優れた召喚師でもあったのです。そっか、機械戦争が始まると召喚師たちは戦闘に立つことになりました。シンが生まれる前からいたのか。でしたから生きて帰れないのは明らか。うん、それでもレンはザナルカンドを守って戦う覚悟を決めていたようですが。ですが、どんな手を使ってもレンを死なせない。はあ、そう考えた人物がおったのです。それが周囲恋人だった若者です。うんうんうん、周囲さあ、
あー、そこは残ってないんだ。っていうか、え、記録が残ってて、あれかな、スフィアが残ってたってことかな。だからレンさんの姿が分かったってことだもんな。しかし、うん、うまくいかなかったんだね。痛ましいことですわ。でもこれで終わらんよな。だってベグナガンと戦わないかんでしょ。いや、そうだろうね、多分。だってレンさん最後にやられてたもんな。あ、語って言ってしまった。シュウインはレンの恋人だった。まあそうだな、それぐらいの距離感だったね。敵から奪おうとした兵器ってのがベグナガンですかね。ベグナガンだね、うん、大事な人を死なせたくなかったんだね。私わかるな、その気持ち。うん、わかるよ。ちなみに2年前そうだったからね。うん、ああ、なるほどね。リュクさんにとってはユーナさんと必死に考えてた。うん、それはそう、わかる。嬉しかった。悲しいぐらい伝わってきて、それだけで十分だった。ユーナさんが生きててマジでよかった。レンもそうだったのかな。そう思ってくれるだけでってこと。最後の瞬間まで自分を守ろうとあがいてくれたんだ。うん、悲しい結末だったとしても笑って言えたかもしれない。うん、ありがとうって。そうかな。でもなんかあんま笑ってるように見えなかったけど俺には。そうだね、繋がってるレンさんとけど、うん、こんなのってないよ。うん、レンの思い、彼女が一番伝えたかった人に伝わってない。シュウイン伝わってないからなんか暴走してるもんな。ルブラン一味だ。ルブラン一味。ユーナに用があるみたいだな。エンジンルームで待たせておくぞ。エンジンルームって動力室のことですか。じゃあエンジンルームって表記するか、ダチさんが動力室って言えよ。まあいいけど、ルブラン一味はほっとくか。いや、行くけど、会いに行きますよ。あー、ニキー、ユナの歌激しく良かったぞ。まだ考えに浸っていたということですね。2年前のことも、あー、あー、そっか、そうだな、そうだな。伝えたい思いほどすれ違うんだ。その気持ちはわかる。分かってはいるけど認めたくないんだ。そうだな、そうだよな。あー、なんだろうこれ。え、どうしたの。何何、通信っぽいけど弱すぎるし。周囲からじゃない。穴に落としておいた通信スフィア。でも全然繋がらないし。穴に落としておいた。いつまで待たせる。いや、ごめんじゃんごめんじゃん。行くつもりあったよ。何やってんだい、ちょっとおどけ。どういうこと。え、お前、おーい、ほーら繋がった。ひょっぽひょっぽ。あーら、キプル、すげえ機械だぞこれ。どれ。こんなのが広まったら世の中も変わっちまうな。え、どういうこと。これ作って天才だ。分かる人には分かるし。あー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 、これシンナさんの機械を見ていってんのか。ああ、故障直してくれたの。誰か見てるか。マキナ派だもんな、ギップルさん陽気だ。え、こっちの声届いてないの。届いてないか。うん、お前さん、お前さんいいだろ、行こう。どういうこと。焦るなって。酔うって、この視点移動は普通そうだろう。ベグナガンだぞ、どう戦ってんだ。え、普通か、壊しに近づくと逃げちまうんだろ。そうだね、うん。あるいは暴走するか。まあ策は。え、もしかしてここから唐突にヌージさん、バラライさん、ギップルさんで戦うみたいなことある。そんなわけないか。死にたがりが死んだって詫びにならねえんだけど。そういや、ルブランは。そうだね。あいつは。あいつは何。いや、今聞きたいところだな。ルブランは何だったんだいって話だね。どうして切れるんだよ。仕方ないだろ。最高に気になるところでこんなのってありかい。仕方ないだろ、そんな。仕方ないし。うん、仕方ない。なんだよこんなポンコツ。こうなったら直接聞きに行くよ。ああ、賢い。そうしましょうね。待って。俺たちはどうする。ルブラン一味にお話聞き忘れた。嘘だろ。そこと思わない。
その前に周囲と話したい。うん、レンの思い伝えたいんだ。きっと分かってくれる。そうだね。ってことはバラライさんに会わなきゃいけないから。大変そうだけど、うん、ジーンが穴から飛び込めばいいさ。そうだね。今度は3人でね。うん、イエイ。よーカモメ団出発だ。おー、出発しよう。発進するぞ。いいですね。いやー、しくったな。先にカモメ団じゃない、ルブラン一味に話しかけるべきだったのか。ええお、そんなアーム動き方してたんだ。いや、今までもしてたのかな、全然知らなかった。前輪あんな人の手みたいな動きするんだ。あ、綺麗。お、ミッション違う。ストーリーレベルね。はいはい。4が終わって5になった。じゃあ各地回れるかな。その各地回った上で陣行けばいいかな。あ、カモメ団魔物人生ボーナス保存させていただきます。コンプリート率は 70% っすな。空だ。お、空だね。中も心配だけどさ、他にもいろいろ気になるんだよね。いや、わかる。他にもいろいろある。本当にね、本当にごたついてんだよ。いい、してま、一回りしても、うん、臨機応変かな。かな。便利。カモメ団全員集合、作戦会議だ。あ、だから本来はだから早く行けなさいよっていう状況ではあるけど、回ってもいいよっていう上場酌量を得たっていうことだと思っておこうかな。そうだよね。普通に考えたら、まあ早く行けなよ、でもこうサブストーリーとかも見れるように各地回ってもいいよっていうのを。階段使えや。本当に異界のずっと奥深く、うん、突入するにはあの穴に飛び込むしかないし。はいはいはい。穴っていうと、穴っていうとリサイドとキーリカ、それにジョゼの寺院だね。うんうんうん。あとナギ平原、谷底の洞窟もだろ。うん。アンダーベベルにもベグナガンが開けた大穴があるし。アンダーベベルって言うんだ、あそこ。どこから行けばいいのかな。そうだね、どこから行け。どこでもいい。気合一発飛び込むの。どこでもいいの。言うな。決心できたら俺に言え。なんで。え、そうなんか。あ、そうなの。どこでもいいのかな。でも入ったところからはさすがに違うところに来るな。何とかしよう。私たちならできるさ。間違いないね、できるよ。こうなったらアスピリア中のゴタゴタ全部私たちで会議片付けちゃう。もちろんだよ、そんなんするに決まってるじゃんね。さっきリサイドから通信が。え、マジで。何。ルールの赤ちゃんが生まれたってよ。うわー、立ち会いたかった。会いたいね。会いたいね。キーリカからも来ていたな。ややこしいことになってるらしい。キリカはまあ正直もういいかなって感じだけど。いや、ゴタゴタが収まったせいでゴタゴタしてるらしいんだ。どういうことだよ。わからん。わからんな。まあでもバルテラさんとドナさんがまあ出会えているなら何よりだけど。はい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 。おいは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 い。ほう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 。はいはいはい。おうおうおお。楽しいじゃねえの。え、ちょっと待って、原稿がないのかーい。この状況で原稿がだけないんかーい。なぎへげもね。楽しいね。楽しそうだね。じゃ次回はこの辺をバーって。うわー、でもどこから行こうかな。ジーンは後回しにしようかな。ちょっとミッションの内容を見るのも次回にしようか。うわ、バカほど強え。3とか。やばい。どこ。ジョゼジーン5だってさ。うわ、マジか。この辺も4とか5とかあるし。ちょっと、あれですね。外そうか。うおー、これは面白い。外しますね。もともとユーナさんが今、タイマーをつけてんだけど、タイマー外そう。なんでもいいけど。じゃあ、タレスマンでいいや。じゃあちょっと、道中の戦闘も楽しんでいこうね。やばー、超面白い。兄貴に話しかけたらどうなんの。決まったか。決まったか。どこから飛び込む。どこから飛び込む。ほう。あ、ちょっと待って、飛び込みません。まだ飛び込めませんよ。楽しいね。通信するよ。見れんの。
ほう。とべとべとべかもめだん。歌歌ってくれるじゃん。ノリノリかよ。え、通信スフィアも見れんの？通信スフィア見ますか。次回は通信スフィアを見ます。その上で、でやー、まあ、各地にも回っていこう。わっしょいわっしょい、楽しみになってきたじゃない。もう全部全部やれることやっていこうなってことで、とりあえず今回はここまで。ここまで見てくれて Thank you コンボ、バイバイ。